パシフィック大学はアメリカ合衆国オレゴン州に拠点を置く私立大学である。最初のキャンパスは160年以上前に設置されたもので、ポートランドの 38km 西方、ホレストグローブ市内に位置する。オレゴン州内の4つのキャンパスから構成され、それぞれホレストグローブ、ポートランド、ユージーン、ヒルズボロの各市にある。1849年に開学した。 テュアラティンアカデミーを前身とし、今日パシフィック大学に在籍する、学生数はおよそ3200人を数える。キリスト連合協会により設立され、キリストと彼の国のために、を公訓とする。今日では、キリスト連合協会との公式な提携はないが、同組織との緊密な関係は依然として続いている。今日のパシフィック大学は、小さな私立独立系リベラルアーツ校であり、 教育学、研学、文筆、医療専門職の大学院プログラムを提供している。タビサ、ブラウンというマサチューセッツ出身の開拓者が、黎明期にあったアップルゲート街道を通って、オレゴンカントリーに入職したのは1846年のことであった。オレゴンに到着したブラウンは、アップルゲート街道隊の孤児教育を計画する、ハーベール・クラーク氏の援助を行い、 1847年に、ホレストグローブに、個人院を設立した。1848年3月、テュアラティンアカデミーが、同個人院から発足し、クラークは200英ー,ーの土地を同行に寄贈した。ジョージ・エイチ・アトキンソンは、同行の設立を衝動し、長老教会派と改修派教会の信者の支援のもと、アカデミー創設を援助した。エリザ・ハート・スパルティングは、 ホイットマン施設団の一人だったが、同行最初の教師となった。テュアラティンアカデミーの公式な設立許可が、オレゴン準州議会により下されたのは1849年9月29日のことであった。クラーク氏は、理事会の初代代表に就任し、後にさらに150エーカーの土地を同行に寄贈した。1851年、日オールドカレッジホールと呼ばれる建物が完成し、 1853年にはシドニー・エイチ・マーシュがテュアラティン・アカデミーの初代総長に就任した。現在のキャンパスがアカデミーに譲渡されたのは1851年である。1854年、公明が現行のパシフィック大学に改称された。第1回の卒業式は1863年に行われたが、この時の卒業生はハーベー・ W ・スコットただ一人であった。 シドニーマーシュ初代総長1872年、当時起こっていた近代化運動の一環として、3人の日本人がパシフィック大学に入学し、1876年に卒業した。田村初太郎、斉藤金平、野瀬久氏の3名である。総長のマーシュが1879年に死去すると、ジョン・アール・ハリックが後任についた。1890年代後半、 卒業生の一人がパシフィック大学に中国の肖像を一体寄贈した。この肖像はある中国人家族から購入したもので、その家族は家紋として使っていたという。この像は複数の神話状の生物が混ざったような外見をしているが、単に龍剣と呼ばれ、パシフィック大学のマスコット、ボクサーの由来となっている。百九十五年に完成したマーシュホールは、 パシフィック大学初代総長の名にちなんで命名され、パシフィック大学キャンパスの中核として機能した。カーネギー図書館は1912年に開館した、レンガ作りの図書館であるが、アンドリュー・カーネギーの財団が事前活動の一環として提供した資金をもとに建てられたものである。図書館の設計は、ポートランドの建築設計事務所、ウィデン・ンルイズが担当した。1915年、 入学前学校だったティアラティンアカデミーが州内の公立高校数の増加を受けて並行した。1920年までにパシフィック大学は30英館の土地に5棟の建物を有し、25万ベイドルの運営資金を構える規模に発展していた。マーシュホールは1975年、建物内部で火事があったが、その骨組みは保存され、1977年に、 建物が再オープンする形で落ち着いた。フィリップ・ディ・クレイトン博士は2003年8月、パシフィック大学第16代総長に就任、2009年6月まで任期を務めた。2005年、ロックバンド、キッスのギタリスト、トミー・セイヤがパシフィック大学理事会に選出。パシフィック大学第17代総長のレスリー・エム。 ハリックは2009年5月19日に就任している。パシフィック大学はオレゴン州フォレストグローブ市、ポートランド市、ユージーン市、ヒルズボロ市にキャンパスがある。パシフィック大学の中枢となる建物はフォレストグローブキャンパスにあり、マーシュホールという名称がついている。マーシュホールにはいくつかの教室や教員のオフィスがあるほか、学士援助か学生か、 大学情報サービス課、学士管理課、事務所、登録課、総長室、学長室、大学連携室など諸々の管理事務所が収められている。パシフィック大学で最初の図書館となったカーネギーホールは1階建てのレンガ作りの建物で、以前は教育学部の一部を収めていたこともあったが、現在は心理学科の拠点ともなっている。現在、 教育学部は新しく建てられたリード認定のバーグランドホールに移っている。2006年保健専門職キャンパスがヒルズボロにあるリード金賞認定の5階建ての建物に設立された。この建物は2009年7月30日にフィリップ D ・クレートンホールとして検定された。教育学部は友人中心街にある友人キャンパスにも所在する。 保健専門職学部の心理学科の一部は、ポートランドキャンパスにあり、ポートランド県岸クリニックに併設されている。パシフィック大学は、現在、規模を拡大しつつある。最新で、リード認定を受け1150万ベイドルを費やした、大学図書館が2005年に完成した。新しい学生寮である、バーリンガムホールは2006年8月に完成し、 リード認定で金賞の評価を受けている。2008年2月にオープンし、教育学部、経営学科、バーグルンドインターネット研究センターが入居した、バーグランドホールもリード金賞認定を受けている。2008年秋には、さらにもう一つのリード金賞認定の学生寮、AC ・ギルバートホールが、キャンパス北西部にオープンした。 フォレストグローブキャンパスのパノラマ写真全国調査においてパシフィック大学は限定された大学院課程を有する地域型の私立リベラルアーツ大学カテゴリーで常に高い評価を得ている。全学生のおよそ半数が教養学部の学部生であり、もう半分が県外学部、教育学部、保健専門職学部の大学院生となっている。大学院教育では パシフィック大学はおそらく県眼学科で名を馳せているが、同大学は県眼学のほか、保健専門職学部を通じて、パシフィック大学はまた、全分野をカバーする学部レベルのリベラルアーツ学一課程や教育学部を有している。教育学部が提供する学部課程の専攻に、幼少教育と小学校教育がある。教育学部が提供する大学院課程のプログラムは数多く、 フレックス、特別教育、カリキュラム研究があるほか、県眼学部との合同プログラムとして、学習における資格機能のプログラムが提供されている。2007年、パシフィック大学の分泌学習士のプログラムは、ローレジデンシー型の MFA プログラムで、全米五欠に数えられた。パシフィック大学の運動競技プログラムは、北西部競技会の NCWA ディビジョン3に属する。 パシフィック大学は1926年の同カンファレンス設立時の設立メンバーの一行であった。20の競技種目プログラムがある。男子では野球、バスケットボール、クロスカントリー、アメリカンフットボール、ゴルフ、サッカー、水泳、テニス、陸上、レスリングがあり、女子でバスケットボール、クロスカントリー、ゴルフ、ラクロス、ソフトボール、サッカー、水泳、 テニス、陸上、バレーボール、レスリングである。2009年5月22日、大学は2010年により、アメリカンフットボールのプログラムを再び提供すると通達した。パシフィック大学の女子レスリングプログラムは、アメリカ国内で大学による資金援助を受けている、わずか5つの代表チームの一つに数えられている。同チームは2007年に始まった。 国立大学レスリング連盟の女子区分に所属している。ホレストグローブキャンパスの他の建物と同様に、パシフィック大学の運動施設もここ10人で大きな改築や変化を見た。大学の主要運動施設であるパシフィック運動競技センターは2000年に大規模な改築工事を行った。2008年にはリンカーンパーク運動競技複合施設が完成。 パシフィック大学とフォレストグローブ市がパートナーシップを組む、この施設はフィールドターフと呼ばれるサッカーラクロス場、9つのレーンを有するトラック、新しい野球スタジアム、ソフトボールスタジアムを収めている。2008年10月にはキャンパスの北東部にプレクシペーブと呼ばれる6面のテニスのハードコートの建設工事が開始された。マーシュホールパシフィック大学の学内新聞として、 1893年創刊のザ・パシフィック・インデックスがある。1894年にはイヤーブック・ハート・オブ・オークが創刊した。パシフィック大学の社交団体はすべてキャンパス独自の団体であり、全国的な団体はない。パシフィック大学で社交団体に所属していた当時の AC ・ギルバート、ありがとうございます。